番組最後は名古屋市中区栄にあるホテルヴィラ栄店。名古屋の中心にあるホテルヴィラ栄店では、リーズナブルな価格でどのお部屋も居心地のいい癒しの空間を演出しています。これまた美味しいよ。めちゃくちゃ美味しそうですね。これね、本当カレー美味しいよ。お肉がすごく綺麗です、うん、これ本当美味しい。で、これ多分あのね、ちょっとね、ピリ辛なんだ、ピリ辛なんだけど、甘さも入ってるんだ。ちょっと一回これを、あれか、これが、これ上海風塩焼き。わ、美味しそう。上海に来ました、来ました。インドにイタリアだがね。これ牛ホルモンうどん。来ました、ホルモン。ホルモンうどん。うどん。これちょっと食べるわ。台湾焼きそばでしたっけ。で、まどかちゃんスイーツ。わあ。時間がかなくなってきた。これ無料だ。これ無料って言っても何品でも頼める。あ、2品までなんです。あ、1人2品。1人1なので。あ、じゃあ彼女と来たら1品ずつってことだね。うん、そう。牛ホルモンと塩焼きそばとかそんな感じですね。あ、そういうことか。はい、これはね、今のところね、ラーメンだな。あれちょっとズバ抜けとるな。いや、カレーも、カレーもいいけど、それ牛すじカレー、めっちゃ美味しいです、うん、これめちゃくちゃ。ラーメン、カレーやな。ちょっとまだその次に、あれ食べてないんだけど。ちょっと、まだまだ。あ、大丈夫です、大丈夫です。まだまだ、ちょっとこれ大丈夫です。うどん食べて。あ、いいんですか。ちょっとここ食べようかな、みたいな。あ、食べてください。確かに、これこの焼きそば、うん、若い、見た目通りや、こんな感じや。出た出た。まあ普通、うん、美味しい。まあさっきもピラフも普通。いや、僕カレーかな。俺ラーメン。いや、肉丼の方がうまいですけど。あ、肉丼またね。もちろんうまいんですけど、うん、ハンバーガーも美味しいんですけど、個人的には一番カレーかな。美味しいです。まどかちゃんはカレーです。あ、2票おめでとうございます。あ、会っちゃった、会っちゃった、おめでとう。悔しいな、ラーメン行っちゃったよ俺。わわわわわ、食べ物で、食べ物で会っちゃったわけやな。ビビビビビビ。他にも個性あふれる部屋を提供。身支度の時間に追われることなくゆっくりくつろげる、女性には嬉しいホテル、ヴィラ栄店の特徴です。その他、メンバーズ会員になるといろいろな特典がついてきます。ホテルヴィラ栄店、ぜひ来てくださいね。